東京チから飯店舗例東京チカラメは参考マーケティングフーズが運営する牛丼チェーンである。参考マーケティングフーズの新規事業として2011年6月9日に東京都豊島区西池袋に1号店を開店した。1975年開業の参考店が当初は定食や後に牛丼店として創業したため原点回帰とも言える。 店舗の運営ノウハウ等は、同業の松屋フーズを参考にしていると言われている。店舗展開は、本業である居酒屋店舗と同じく、主要駅等では集中出店していることが特徴である。2012年6月末までに50店を出店する計画で、同社の今後の主力業態に据えると報じられていた。2011年11月には、 同社社長が2012年6月末までに100店を超え、2012年には年間300店を回転させる。力飯のみで1000店舗以上展開すると述べている。2012年9月11日にオープンした東京都、世田谷区の梅ヶ丘店で累計100店舗を達成した。その後、閉店する店舗も目立ち始め、関西地区では出店後半年ほどで閉店した店もある。 2013年6月より、これまでの24時間営業の方針を見直し、店舗によって時間の相違はあるものの基本的に深夜帯の営業を休止するようになった。これは、繁華街の店舗も同様である。2014年、ブーム後の利益減少により、直営店のうち20店舗を、野郎ーラーメンを運営するフードリバンプへ63店舗を株式会社地から飯へ分割の上、 関東地区でカラオケ店や飲食店を経営するマックグループの優心へ譲渡した。フードリバンプへ譲渡された店舗はヤローラーメンへ、優心へ譲渡された店舗は横浜家系ラーメンの一角替えの転換を急速に進めた結果、2015年5月までに株式会社チカラメシが運営する店舗は消滅し、株式会社チカラメシも2015年7月に 株式会社 E ダイニングに社名変更している。2021年1月現在は東京都と大阪府それぞれ2店舗、千葉県に1店舗と計5店舗を展開していたが、半蔵門店が同4月に閉店して4店舗となる。公式ホームページを参照ほか多数、焼き牛丼の並盛り主力メニューは、焼き牛丼。他に、カレー、定食類を提供する。 従来の牛丼と差別化するため、牛肉を煮るのではなく焼いて提供している。店内食の場合は味噌汁が無料で付く。また、付け合わせは、従来の牛丼店に多いべに生姜ではなくガリを提供する。また、香辛料として辛みだれ、七味唐辛子が、飲料はレモン水がカウンターに提供されている。牛丼に使用する白米は、中国産と国産のブレンドを利用している。 メニューは店舗によって異なり、大別するとにパターン存在する。2019年1月現在、RA が1店舗、C が5店舗となっている。店入り口の近くにある自動券売機で食券を購入するシステムを採用している。注文を受けてから肉を焼いて提供するため、提供時間は従来の牛丼よりも遅く、通常時で3分から5分程度かかっている。 なお、参考マーケティングフーズの株主優待券は利用できない。オーダーを受けるときの掛け声は一般的な牛丼店の一丁等ではなく力飯入りますで統一されている。ありがとうございます。